はい、どうも、ピクツヨスです。今回はですね、2023年7月21日に大阪府警察職員互助会が特注したトヨタクラウン大阪府警察パトロールカーの方を紹介したいと思います。こちらのため価格はちょっとわかんないですけど、800円ぐらいじゃないかなと思います。箱の上部にはトヨタクラウン大阪府警察パトロールカーの表記や、犯罪ゼロ、みんなで作ろう安全な街というね、スローガンが入ってますね。で、ここにトヨタオフィシャルライセンスプロダクトと許諾の表記がありますね。で、フークケイちゃんのシールもついてくるらしいです。で、なんかいつもここにはね、大阪府警だか職員互助会のエンブレムだかわかりませんけどね、ロゴが入ってたと思うんですけど、今回はついてませんね。で、販売元は一財団法人大阪府警察職員互助会、製造はタカラトミーアーツですね。で、開けていきたいと思います。またロングタイプの箱ですね。箱じゃないや、袋ですね。こちらがフー君、ケイちゃんのシールなんですけども、なんか小さいですね。今までもっとでかかったと思うんですけど、今回はすごい小さいやつですね。またボンネットに貼るらしいです。こちらのトミカは、2021年度から国費で配備されているトヨタ220系クラウン、これのケーラパトロールカー仕様を再現してますね。パトカーのトミカ自体はね、2021年7月に警視庁の交通パトカー仕様が非売品トミカとして登場していますが、今回の大阪府警はケーラ用ということで、220系クラウンでは今のところ唯一のケーラ用パトロールカーですね。トミカは26-9トヨタクラウンをベースにしておりまして、赤色灯のこの部分はですね、おそらく現在も販売されている110-6トヨタクラウンパトロールカーのものを流用しているようです。まあ、これが200系クラウンのあの縮みトミカのやつですね。赤色灯がどうも小さいなーってなっちゃいますよね、やっぱり。まあ、第1弾が交通パトカー、第2弾がケーラ用、第3弾はまた交通で、今回もケーラ用という、じゃあ第5弾はまた交通用になるのかしら。では、トミカの方を見ていきましょう。フロントにはこのようにトヨタのクラウンのエンブレム。これが担保印刷で入ってますね。で、こちらがですね、あの非売品トミカの方ですね。パッと見一緒なんですけどもね、こちら旭日小がですね、担保印刷で、ここに入ってるんですよね。これは非売品トミカがですね、実際のパトカーが配備される前に作られたもんですから、実写はこっちのクラウンと同じね、ボンネットにこういう旭日小が入ってまして、フロントエンブレムはこのようなクラウンのものとなってますね。で、前面赤色灯はね、こっちは再現されてるんですけどね、今回のモデルは再現されてませんね。実写の前面赤色灯はね、グリル内に装備してるもんですから、まあ、トミカのこっちはね、210系に準じたというか、そっちを再現しちゃったんでしょうね。で、ボンネットにはね、パトカーらしくね、シルクロの山ができてますね。サイドこのようになってますね。アクションはサスペンションのみとなっておりまして、大阪府警ポリスの表記が担保印刷で入ってますね。で、こういったね、B ピラーなども黒く塗装されてますね。リアこのようになってますね。テールランプが赤く塗装されてまして、トヨタのエンブレム及びクラウン、あと RS という表記がね、担保印刷で入ってますね。実写は RS のエンブレム入ってたかな。で、リアバンパーのところにもね、白色のポリス表記が入っておりますね。ちゃんとね、トランクリットにも大阪府警の表記が入っておりますね。で、助手席側ですね。こちらもね、運転席側同様に、大阪府警ポリスの表記が担保印刷で入っております。で、ルーフこのようになってますね。担保印刷で、大阪4という対空表記が入っておりますね。これはまあ歴代通してね、大阪1から大阪2、大阪3、大阪4とね、この大阪の後ろにつく数字がトミカの販売された第何弾を意味する数字ですね。赤色灯はこのような昇降式のブーメラン型のもの。まあ確か V 字型ですね。コイト製作上のやつなんで。で、先ほど言った通り、これはね、200系クラウンの縮みトミカについてるやつと同じパーツですね。まあどうしてもこうやってみると赤色灯ちっちゃーってなりますよね。割合がおかしいですよ。まだこのね、下の昇降式の台の部分はね、いいんですけども、赤色灯もう少しでかいのじゃないと違和感がありますよね。これはタカラトミーが悪い。シャーシはこのようになってますね。ロット番号は入ってないですね。トヨタクラウンメイドインベトナムとありますね。はい、というわけで今回はね、こちらの大阪府警の特注トミカの方を紹介させていただきました。横に警視庁の車両が並ぶとまるでサミットに行った時の警備現場みたいですよね。まあ実際広島サミットとかでもね、全国の警察が来たんで、こういう光景も見れたんじゃないですかね。まあちょっと今後もね、大阪府警の特注トミカの方を期待したいですね。第1弾から第3弾はね、動画でまとめてますのでね、終了画面に出てくる動画のリンクからぜひ見てみてください。
それでは。